本日のワインはこちらです。どうもゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていきましょう。ワインはフランスのラングロールですね。来ました、ラングロール。このワインはですね、超有名な生産者です。いわゆる、ナチュラルワイン、と言われるその生産者の中ではもう大御所ですね。スーパー大御所の生産者、ラングロールでございます。フランスのローヌがね、ローヌのさらに南の方にあるタベルという地区があって、そこのタベルのロゼですねが、彼のフラッグシップとか、超有名ワインなんだけど、他にも赤ワインも作ってるし白ワインも作ってるんだけど、もうすんげえ人なの。でも最近全然飲んでなかったから、飲もうかなと思って、こちらはね、いただき物でございますね。本当にありがとうございます。ゆきおとワインのお店がオープンした時にいただいたお祝いでございます。しかも、これを、くださった方はですねくださった方なんか固くなっちゃってる、下北沢にあるクオレフォルテというお店の羽賀大輔さん、大ちゃんだね大ちゃんが、開店祝いでこちらをね持ってきてくれて、わーっといつ飲もうかなと思ってたんで、今日飲もうかなと思います。クオレフォルテに食べに行ったあの動画も上がってるので、もしよかったらそちらも見てください。非常にね美味しい素敵なお店なので、皆さんもよかったらクオレフォルテ下北沢ぜひともレッツゴーしてください。ということで、なんだっけ、ラングロールの話だっけ、何の話をでしたっけね。今このラングロールのキューベですね、初めて飲むかな、ニゾンっていうワインなんだけど、これが、そのタベルという村の、北の方にリラックっていう場所があって、そのリラックの周辺にあるタインツ畑かな、その区画がニゾンっていうところがあって、そこのブドウを使うらしいです。でそこはもともとラングロールがその畑を手に入れる前までは有機栽培をしてない畑だったのかな。でなので有機栽培にこう移行する段階の時はまだちょっとブドウの力がそこまで強くなかったらしくて、ロゼで作ったらしいんだよね。でそれがどんどんこう畑がね有機栽培でこう良くなってきてから、ようやく赤を作るようになったらしくて、で今回は赤なんだよ、2018年なんだけど、ちょっと前のヴィンテージなのかなこれでも、なので非常に楽しみでございますね。ゆきおとワイン、はい、色合いはね結構淡い感じで、ちょっとオレンジかかってるというか、こういう色で、ちょっとロゼっぽいっちゃロゼっぽい色だねこれでもね、色が淡い感じなんだよね。これ品種がねグルナッシュが主体なのかな。で三層とか、他ねアラモンとかね、ちょっといろんなブドウ入ってるんだけど、確か白ブドウも入ったはず、クレレットとブールブランかな。なので、ちょっと面白い感じになってるかな。いいねいい香り。久しぶりになんかこういうなんかこうなんていうのかな、いい香りや。なんかねフルーツもすごいしっとりとして落ち着いたフルーツ、なんかまだ若々しい感じじゃ、もうちょっと若さは多少あるんだけど、でもちょっと落ち着いてなんかしっとりしてきて、なんか少し熟成も感じられるような雰囲気はあるんだけど、でも甘やかな香りでね、このグラッシュですごいこの果実がやっぱりちょっと丸くなって甘い感じの果実の風味が出るんだけど、そこが綺麗に出てきてる感じかな。でちょっとスパイスになんかこうシナモンみたいな感じのちょっと甘いスパイスの感じもあるし、うわいい香りですね、めっちゃいい、めっちゃいいわ。おーっと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 、これはすごいぞ。力強さっていうところよりか、ちょっとしなやかさっていうようなイメージかな。で
でも南の方の地域だからこう明るいね果実の雰囲気はあるんだけど、でもそんなにこうパーンって出るんじゃなくて、どこだかこの抑揚があるというか、非常にいい香り。いいですね。おいしい。染みてくるね。優しさが染みるね。なんかこの感じ、なんていうのかな、まあ、渋さ、タンニン分は強くないので結構滑らかなんだけど、でもちょっとやっぱり温かみがあるとかね、果実があるのね。それがグルナッシュの雰囲気はあるんだけども、まあ余韻が非常に長い。飲んだ後もずっと口の中に残ってる香りと、で優しく複雑な感じもあって、で飲み心地はすごく自然に入ってくる感じだね。美味しいです。非常に美味しい。素敵なワイン。いやね、ほんとどんどん香りも開いてくるね。素晴らしい。なんかあれなんですよ、今回このお家で撮る雪音ワインのこの動画多分最後なんですよね。多分というかもう、最後かな。お引越しが決まりまして、お引越しをするので、もうこの部屋で動画を撮ることは多分もうないと思うんですよね。なので最後のこの部屋でね撮る雪音ワインのワインがやっぱこうね、ちょっと思い入れがあるというか、こう、まあ、特別なワインをねちょっと今回はねチョイスをしたという感じ。結果的にかな結果的にこうなったかもしれないさっき気づいた、あれもしかしたら今日最後じゃないみたいなさっき気づいた。まあこれもね運命かなと、こういう運命だったのかなということでね、ありがたいですね。いただき物でこんな素晴らしいワインという、なんか思い起こされるよね。もうだってこの部屋で何個動画撮ったや、もう100、200じゃないからね、本当にマジで撮ってきたね。まあね、悲しいけれども新しい一歩ということで、またね次の動画になったら景色が変わってるかもしれないので、それはそれでお楽しみにしてください。さあ、こんなに美味しいワインがあるのでね、美味しいおつまみもいただいちゃおうかな。この見た目の破壊力やばない、これコンビーフポテトでございますね。うおい、酔ってる、酔っちゃってる、最高よこれ。そしてもちろんカンパーニュでございます。こちらもございますね。さあ、これでアペロでございますよ。いただきます。いやー、これやばいっしょ。コンビーフとポテトのコンビネーション、おいしい、おいしい、おいしい、合います、素晴らしい。非常にこのここに使ってるコンビーフはこちらもいただき物でございまして、千駄木にある越塚さんというお肉屋さんが作ってるコンビーフで、まあ本当おいしいんですよ。それを今回こうシンプルにポテトと炒めたという感じで、これが合いますね。非常に合います。でちょっとカンパーニュもちょっと一緒にいっちゃおうか。一口サイズの、あ、まずはカンパーニュはカンパーニュ味わいましょうごめんなさいね、勝手に自分の中でいろんなあれが、いろんなあれがあれでね、まずはシンプルにいただきましょう。間違いないね、美味しいね。で、ちょっと大きいかな。うまいこと、このね、ちょっとね、やっていくわけですよ。バター塗って、お芋ちゃん乗せて、コンビーフもいって、これこれ、落ちた。これは何を見せられてるんだろうってみんな思ってない大丈夫かな、すぐ食べるからね。よいしょ、いいね。もうこれみんな食べたいっしょ、本当
やばいし、これ。いただきます。幸せだ。こいつは幸せだ。最高に合います。本当にワインも美味しいし、料理も美味しい、パンも美味しい。生きててよかった。でね、今日ちょっと自由が丘に遊びに行ったんだけど、自由が丘にもなんか越塚さんっていうお店があって、しかもコンビーフ売ってたので、わっ、自由が丘にも系列店ってあるんだねと思って、お店入ってちょっとね、中の様子見てたんだけど、なんかコンビーフがちょっといただいたものと形が違ってて、まあ、でもこういう形もあるのかなと思って、ちょっと帰ってきてね、まあ、パパッと調べてみたら、なんと千駄木越塚さんではなくて黒毛和牛越塚さんっていうの名前で、中学校の方はね、なんか違う店舗だったんだよね。でもなんかすごく似てるから、なんだろうなと思って調べたんだけど、なんとなく関係性はあるようなんだけども、詳しくは明かされてないみたいな、ちょっと謎の、そういう感じですねでございました。まず、中学校の方では別に何も買ってこなかったんだけど、この仙台に越塚さんのがあったからね、まあ、まあそういうねことも今日ありましたと、偶然ありましたということですね。あー、素晴らしいワインの、このラングローのこのキューベ、少し日本のワインに近い雰囲気あるかも。なんかなんとなく、それこそ北海道の余市の生産者の、ドメーヌモンの山中さんのワインとかのワインになんか近い雰囲気はなんとなく今感じるかな。ちょっとスパイスの感じと、うん、なんかね、うん、素晴らしいね、うん、素晴らしいワイン、ありがとうございます。さあ、ということで名残惜しいですけれども、なんか話そうと思えばいっぱいもう話しちゃうんだけどねいっぱい話せる気がする、過去の思い出いろいろやったね。ね、まあ、こうやって続けてこられたのも今見てくださってる皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。なんかもう最終回みたいになってきた全然終わんないけど全然終わんないんだけど、このうちではまあ、一区切りという感じになると思いますので、皆様本当にありがとうございました。ではこの後もゆっくりワインとご飯を楽しんで、お休みライフをね満喫したいと思います。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。本日ご紹介したワインは、フランスラングロールのニゾン2018年でございました。素晴らしいワインでした。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきでございました。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。